こちゃんねの、こうちゃんでしてーだろ。はい、ということで、本日もこちらスクバスやっていこうと思うんですが、皆さん、今ですね、X とか YouTube で話題になってる最強戦術、ぶっ壊れ戦術をご存知でしょうか？それが、旅商人とゴブリンのコンボでございます。はい、まあ、旅商人は言わずもがなぶっ壊れキャラと、はい、まあ、コインをね集めるごとにエメラルドを付与してくれるめちゃくちゃぶっ壊れのキャラクターなんですが、その旅商人とゴブリン、最弱と噂されているこのゴブリンなんですが、キャラクター選択時にコインを落としてくれるんですよ。そして合体するとさらに大量のコインを落としてくれるんですよ。ということはつまり、この旅商人とゴブリンを合わせたら最高の相性、はい、エメラルド1000個や2000個も夢じゃないと。なんかね、 X で話題になってたのが8000個ぐらいエメラルドこれで回収したみたいな、はい、本当にちょっとチート性のチート組み合わせになっていますんで、今日はちょっとそれを動画で紹介していこうと思っております。ただエメラルド1000個以上狙っていく場合はドッペルゲンガーっていうステージが理想的なんで、ドッペルゲンガーでやっていきましょう。テーベロレッツゴー。さあ、マッチングしていきました。ついに来ました、皆さん。旅商人とドッペルゲンガー。これを皆様にお届けしたかった。もうね、この動画を撮りたくて、僕ね、ずっと一週間ぐらい、はい。無限にやってたんですけれども、旅商人とゴブリンのドッペルゲンガーというステージのヤバさをちょっと皆様にお届けできればいいなというふうに思って、今ね、これ動画回してます。はい、これマジでヤバいから、本当に。まずはこんな感じ。ゴブリンでもこの時点でもやばいから、この時点でこのコインの量厚すぎて。で、これ何がやばいかっていうと、こんな感じで今さ、ゴブリンがめちゃくちゃコイン落としたじゃないですか。ここで旅商人を引いて戻れば、このコインを全部回収して、こんな感じでエメをめちゃくちゃ出せると。で、これを無限にやるんですよ。ゴブリン取って一旦コインを取らずに置いておいて、ここでもう一丁旅商人引ければいいんですが、うん、引いていけないか。ここで旅商人引けないってなるとちょっと話変わってきちゃうんですけれども、オーケー、こんな感じで、ここでちょっと旅商人引いて間に合わないけど、今みたいな感じで、そう、2連続で旅商人とゴブリンを取れれば、めちゃくちゃ熱いことが起こると。まあ、一旦こんな感じで、コインめっちゃ落とすじゃん。コイン落としといて、しっかりここで旅商人を引いて戻ると、これやばいよ。この量やばいっすよ。見てこれ。皆さんご覧ください。これです。このエメの量。これです。これが、ドッペルゲンガーのヤバさなんですよ。で、ここでもう一回ゴブリン引いて、コインめっちゃばらまいておくじゃん。で、シャトルランみたいに戻って、旅商人引いて、これだけ、これするだけで、エメラルド、もう私見てください。こちら、ドアーエメラルドの海、これですよ。はい。245回目。で、またこんな感じで、コイン落としつつ、楽しすぎる。あ、待って、引けない。ここでちょ、引けないってなると話変わってくるんですけれども、まあ、一旦コイン解除しようか。で、もう一回ここで、ゴブリン引きたい。うん、待って、やばい、これ狂った。レア宝箱になっちゃうと、一回狂っちゃうとね、まあ、こんな感じで、難しくなっちゃう。やばいでしょ、これ。いやー、これをマジで皆さんにお届けしたかったんです。一旦こんな感じで、ここでもう一回ゴブリンとか引いておいて、しっかりコイン落とすじゃん。コインばらまいといて、で、ここで旅商人引ければやばすぎるんだが、旅商人来い。オッケー来た。やばいよ、これ。やばいよ、この量だからね。この量だから、しっかりここで、ダーンと、やばすぎる、このエメラルド。485個来た。やばすぎる。楽しすぎる、オッケー。これを無限に繰り返していくと。どんどん入れ替えて、うわ、引けないか。やばすぎる。この時点でもだいぶやばい。オッケー、もう一回引いちゃって、来い、ゴブリン。なあ、ゴブリン来ないか。ちょ、ね、最後にもう一回この量でしっかりやっていきたい。ゴブリン来て、ゴブリン来るじゃん。で、このコインを、このコインを一旦放置して、旅商人来い。ここで旅商人引いたらマジやばい。マジか。いけないんで、一旦戻ってさ、コイン回収しておいて、誰にもこのコインは渡さねえぞと、はい。言わんばかりにさ、コイン回収しておきながら、やばすぎる。531個やばい。オッケー、ここでもう一回ゴブリン来い。ゴブリン、マジでこんだけゴブリン願ってんのに、これだけでも、旅商人の群れ突き連れて、いやでもね、ゴブリンが来ないと意味ないんだよ。なんでゴブリン来ないんだ。こういう時、最後にゴブリン引いていこうや。楽しませてくれや。マジか。いやー、これきついぞ。ちょっと待って。一旦ゴブリン来いって、なんで来ないの。いやー、まあ皆さんこんな感じでございました。はい、最終盤でさらにゴブリンを引けるともっとやばいことになりますんで、559個か。もうちょっと皆さんにいい映像を見せれたんじゃないかなと思うんだけど、いや、後半でね、ゴブリンと旅商人もう一
回ずつ引ければマジでやばいことになってます。1000個とかエメラルド全然2000個とかも夢じゃない。はい、これニートの差は歴然。ニート400個はエメの差つけることができました。これマジ皆さん楽しんで、これドッペルゲンガーの必勝法です。まあ、なるべく敵がいない時に、敵がいないところでやったり、宝箱と宝箱の距離が近いところでシャトルランするとめちゃくちゃ無双できます。はい、まあ、あと後半にゴブリンと旅商人シャトルランできるかっていうのはもう宝箱の運になってくるのでオッケー、ゴブリン引いて、ここでゴブリン引いてもな、宝箱で来いよ。さあ、マッチングしていきましたというところで、やばいでしょ。本当にゴブリンと旅商人のコンボが強いんですよ。まあ、ドッペルゲンガーが一番やりやすいんですが、まあ、他のステージでも結構ね、まあ、この技使えるというところで、またやっていこうと思うんですけれども、さあ、しっかりゴブリンと旅商人でしっかりコイン集めつつ、エメも回収していくと。はい、この流れ、もうこれがマジで強くて、もう本当にね、ぶっ壊れ。これちょっとどっちか迷うけど、一旦旅商人取っとこうかな。まあどうだったんだ。いや、コイン優先して取った方が良かったかもしれない。序盤はさ、結構コイン枯渇しやすいから、今のはもしかしたらゴブリンを選択するべきだったかもしれませんが、ここでオーブンを置いていく。はい、これオーブンめっちゃ強いですから、ファイスピがこんな感じで出てきてくれて、コンピューターボットに倒してから、これマジやばいよ。はい。まあ、オーブンの稼働時間はちょっと少ないんですけれども、めちゃくちゃこれ強いんで、って言ってももう最近僕手に入れた、これマジで強い。さあ、しっかりボート倒してさ、コイン集めつつ、タイミングも回収して、完璧オブザビーチの中でかばしといて、いや、マジでね、その旅商人とメイビスのコンボが僕一番強いかなと思っていたんですが、どうやらそれ間違いで、ゴブリンと旅商人のコンボが一番強いと、はい、ようやく気づきました。さあ、しっかりコイン回収しておきながら、これちょっと怖いね、一旦退避しましょう。旅商人はマジで対面に弱すぎるんで、なるべく敵と戦わない、そういう立ち回りで行きつつ、これは一旦合体しようか。旅商人しっかり合体しておいて、めちゃくちゃいいよ。ゴブリンと旅商人めちゃくちゃ出てるので、これかなり熱い展開ではありますが、まあ、一旦こんな感じでボットちまちま集めて、本当はね、まあ、メイビスとかあのグレークとかいてキリとか伐採したいんですけれども、なかなか出てくれない状況というところで、まあ、しっかりコイン1枚ずつ回収していきながら、まずはボットから OK、 しっかりここでもう一回ゴブリンか OK、 ここでコイン回収して OK、 がっつりコイン回収しつつエミも回収して完璧な流れかましといて、さ、どんどん呪文取っていきながらさ、ボット倒していきましょう。ちょっとこれ逃げます。一旦もう敵とは争わない。はい、もう逃げの姿勢だから、このターボ青い靴をしっかり貯めておく必要性がある。敵が万が一、まあ、向かってきた時に、まあ、瞬時に逃げれるようにこんな感じで、まあ、青い靴いっぱい残しときながら、まあ、ホグライダーとか使って芝生に入るだけでホグライダーめちゃくちゃスピードアップしますから、まあ、逃げ足をいっぱい取っておくっていうのがね、結構旅商人大事になってきますから、まあ、一旦こんな感じ、宝箱回収しつつゴブリンの合体でしたコイン回収して、エネも回収していく。こういうこと、今のだけで多分30個ぐらい目回収できたので、オッケー、これ芝生にいいよ。常に芝生にいれば永遠にこんな感じでスピードアップするんで、さあ、いい感じ。まあ、一旦さ、回収しつつ、まあ、ウィザードかな、これ呪文でストックできるので、さあ、大砲2つストックしといて、でもね、大砲はぶっちゃけそんな強くないから、まあ、一旦捨てつつ、オッケー、こんな感じさあ、圧倒的1位、ニートの差は歴然の状況をかましておきながら、まあ、どんどん大砲使っちゃおうか。さあ、大砲置いといてさ、どんどん宝箱回収していきましょう。アーチャークイーンとか取っちゃって、この辺ちょっと敵多いんで気をつけつつ、いや、もうこっからマジで圧倒的1位だから、本当に敵と戦う必要ないんですよ。エメだけ回収して、こんな感じでボットとイチャイチャしつつ、エメだけ回収しておけば大丈夫と、これがゴブリンと旅商人の完璧なコラボレーションぶちかましといて、やばいでしょ。またゴブリン取って、さあ、コイン回収していきましょう。そしてボットも倒しておきながら、いい感じ。めちゃくちゃ熱いよ。OK、200個さ、2位と100個以上のエメの差ついてるんで、おそらくこれは1位確定演出。敵と合わなければ、おそらく1位確定演出というところで、いや、熱すぎる。これいいっすね。さ、しっかりモンスター倒しておきながら、ワンチャンでこのモンスター倒すと、ウィザードの効果で呪文がね、こんな感じ出てくるんですよ。大砲か。ぶっちゃけ大砲そんな必要ないんですが、オッケー、熱いよ。呪文2つストックして、やばい、これ逃げる。一旦逃げて、マジで敵と戦わない。動画的にどうなんだっていうね、やばいな、これ。狙われてるんで一旦逃げます。狙われてるんで、このダッシュ力は、はい、めちゃくちゃ僕、青ターボ残していますんで、めっちゃ向かってきてんじゃん。向かってきてるけど、もう間に合わないぞと、言わんばかりの、逃げて、オッケー、しっかり M 回収しておきながら、やばい、これ。待って、やばい。嘘。逃げて。うわ、危ない。ちょっと、油断かまして、いや、挟み撃ちされるパターンが一番このゲームきついんですけど、なんとか1位、完璧オブザピーチ。こういうこと。さあ、マッチングしていきましたというところで、まあね、そろそろね、まあ、ゴブリンと旅商人が、いかにぶっ壊れかっていうのがね、まあ、伝わったかと思うので、ちょ、こっから普通にまあ1位狙って楽しんでいこうと思うんですけれども、いや、マジでね、楽しい。シンプルに敵と戦わなくても、こんだけエメラルドがゲットできるっていうのはシンプルに面白いですね。はい。
まあやっぱりさ、いやもちろんね、敵と戦って1位取るっていうのはもちろん楽しいんだけれども、敵と戦わずに1位取って気持ちよくなるっていうのもね、はい。まあゲームの醍醐味でありますんで、さ、しっかりこんな感じで、まあ戦車取りましょう。さ、一旦戦車乗っちゃって、はい、最強キャラ、もうね、最強キャラ、ぶっ壊れキャラクターを使うのがね、一番楽しいから、ゲームって本当にぶっ壊れキャラを使うのが、マジで一番楽しいんで、まあ旅商人とか、もう戦車とか使って無双しちゃうよと、さ、しっかりこうやっちゃってさ、喧嘩上等思いっきり芝居といて、ワンチャンボットかな、ワンチャンボットの可能性ありますがさ、一旦ちょっと見逃しますか。さすがにちょっとね、まあ、序盤であんまり追っかけすぎるとお互いにとって結構損になってしまうんですよ。やっぱこのゲーム時間ゲーだから、追っかければ追っかけるほど追いかけっこしているとやっぱりね、お互いに時間がなくなって後半厳しくなっちゃうんで、私はこんな感じで旅商人さ、地味に旅商人ゲーかましつつ、なかなか旅商人が出てくれないので、これね、後半戦ワンチャン戦っていく必要性ありますね。旅商人がいっぱいね、手持ちでいればめちゃくちゃ M 出してくれるから効率いいんだけれども、今現状あんまり旅商人がいない状況というところで、この辺でまあ旅商人引ければ別の話なんですが、引いていけないか、まあ一旦ペニーかな。ペニーはこれ宝の地図をゲットすると宝まで案内してくれると、まあそこまでたくさんいっぱい旅商人ぐらいもらえるわけではないんだけど、そう、後半ね、地味にこれがね、活躍するシーンありますので、まあ一旦ちょっと宝の地図探していきつつ、そうだな、まあ、この辺で、ま、ボットとイチャイチャしていきましょう。まあ、一旦ね、ニートの差は歴然なんですよ。さあ、ここで宝の地図発見したら回収していきましょう。この量、オッケー、視界目回収しておきながら、まあ、なるべく後半にとって、その旅商人が多い時に、ま、コインとかね、取ると、まあ、めちゃくちゃ非常にいい流れではあったんですが、ちょっとね、周りに敵が多いんで、一旦こっちの端っこの宝箱取りつつ、でもこのステージはぶっちゃけ旅商人ゲーするよりも、その対面を意識した方がいいですね。鶴の仕返しはこんな感じで、最終的に真ん中にね、プレイヤーが集められるというところで、なるべく対人をね、まあ、意識した方がいいんですけれども、さあ、一旦だから戦車もう一体、もう一個の戦車を探していく、これワンチャンやれるな。ワンチャン追っかけてもいいが、どっかで挟み撃ちしたいなっていう感じですね。敵と敵をしっかり挟み撃ちしたい、そういう状況でありますが、一旦ライトニング捨てちゃって、じゃもう一回ライトニングゲットしていく流れ、これはしっかり戦車乗って、ワンチャンやってもいいよ。ワンチャンやってもいいぞ。そろそろ戦車2体いるんで、俺もね、旅商人編成なんですけれども、言うて戦えるような戦車いっぱいあるんで、メガユニットちょっと挟みたいですね。この辺で誰か、オッケー。これはやりに行きましょう、ワンチャン。どうだ？誰かやんない、これワンチャン喧嘩打っといて、しっかり喧嘩打っといて、いや、誰かと挟み撃ちしたい。誰かと挟み撃ちしたいんで、これワンチャンいけるな。でも30個か、30個だとリスクの方がでかいな。そう、リスクの方がでかいんで、一旦回避して、残り10秒。ワンチャン戦おうぜ。ワンチャン戦おうぜ。戦おうぜ。戦おうぜ。どうだ？ワンチャン1位あるか？逆転あるか？どうだ？一気に？さあ一気に逆転オブザビーチか？こういうこと、なんとか1位死守できたんじゃない？いや、どうかな、最後、なんとかさせたと思うんですけれども、離させしていく、こういうこと、1個さえ目の差で勝っていくんです。はい。ということで今日はね、こんな感じでまあ旅商人動画、ゴブリンと旅商人動画お届けしていったわけなんですけれども、いやーおもろいね。こんな感じでまあ鶴の仕返しっていうステージはやっぱり対面を意識した方が大逆転も夢じゃないよっていうお話でした。はい、私ね、現在レベル86まで来ているんですが、もう間もなくまあ87到達するということで、あとようやく3レベか4レベの地点までたどり着きました。いやーね、このチュートリアルが長すぎる。スクワットリーグに行くと、まあ、トロフィー制度に変わるというところで、いやー、長かった。ようやく、あとちょっとね、本当にもう、ね、頂上に手がかかるみたいな付近になっておりますんで、このスクワットリーグ到達したら、またそちらの動画も投稿していこうと思いますんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。それでは、テーベロ、バイバイ。